生物由来物ユニット A から回収された瓶。画像は色調補正をかけて異常性を消去している。アイテム番号 SCP-927-JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-927-JP-1 は無力化された上でサイト 81KA の収容室に収容されます。SCP-927-JP を含んだ分泌液は収容室の床に設置された排水口により SCP-927-JP 用加熱室に連結され、1日に1度、150度 C 以上で1時間加熱された後に廃棄されます。収容室に窓は取り付けられず、監視カメラの映像はモノクロに処理されます。清掃は1週間に1度、設置されたシャワー設備により自動で行われます。SCP-927-JP への直接の接触はできる限り避けてください。接触する必要に迫られた場合は標準的な防護服と色調調整ゴーグルを着用した D クラス職員を使用し、作業後にクラス C 記憶処理を施してください。説明。SCP-927-JP は人にのみ感染する異常プリオンタンパク質です。SCP-927-JP は114度 C 以上に加熱されると変性し、すべての異常性を喪失します。SCP-927-JP は経口摂取などで人体に侵入した場合、地中で他のタンパク質に感染し増殖します。SCP-927-JP に感染した人は SCP-927-JP-1 に指定され、その体は腐敗への耐性を得ます。SCP-927-JP-1 は生命機能停止後も、身体の半分以上を損傷しない限り未知のプロセスによって血液を生成し続けます。1、正常な色覚を持つ人が SCP-927-JP の含まれた血液の色を視認した場合認識災害を受け、SCP-927-JP を含んだ血液を、この世で最も素晴らしい味と香りを持ったイチゴジャムのような液体であり、人に必要な栄養素すべてを兼ね揃え、感染性を持たない理想の食材である、と認識します。また、この認識に反する情報を得た場合は、情報自体への誤認識が時に記憶の改ざんを伴ってもたらされます。現在収容されている SCP-927-JP-1 は、集落で発見された SCP-927-JP-1A と収容違反で新たに発生した SCP-927-JP-1B-C の合わせて3対2と、下記の実験後終了された D-92701 である SCP-927-JP-1D の合計4体です。回収記録。SCP-927-JP は長野県の山中の集落で発生した集団餓死事件によって財団に発見され、サイト 81KA の生物由来物研究ユニット A に収容されましたが、生物由来物ユニット A で発生した収容違反後、サイト 81KA のメインサイトに収容されることになりました。会話記録1、以下は D クラスを用いた SCP-927-JP の実験の会話記録です。話者、郡錦博士と D-92701。付記。この実験は、記憶処理によって認識災害を取り除くことが可能かを確かめる実験です。D-92701 は実験の2日前に SCP-927-JP の認識災害に暴露し、瓶詰め1つ分の SCP-927-JP を含んだ血液を接触しています。D-92701 は目隠しをした上で椅子に固定され、郡錦博士は色彩調整ゴーグルを装備しています。おはようございます。D-92701。実験に協力してくれることを感謝します。ああ、今日もあのガムを食べさせてくれるんだろ？早くくれよ。あの味が忘れられねえんだ。ええ、ですがその前に。D-92701 の首筋にクラス C 記憶処理薬品が注射される。てめえ、何しやがった。頭がふわふわしやがる。あなたが2日前に実験で接触したものを思い出してください。そりゃあガム。いや、違う。あれはラムなんかじゃねえ。おえ、クソが、騙しやがったな。もっと具体的に説明してください。木だよ。人間も木だ。匂いも、味も、全部木だ。あれを俺は瓶詰めいっぱい分も。なるほど。あなたはその人間の気を美味しいジャムだと思っていたわけですね。では、これを見てください。氷錦博士は D-92701 の目隠しを外し、瓶詰めにされた SCP-927-JP を含んだ血液を見せる。これは何ですか？気だ。気に決まってんだろうが。これは興味深いですね。ありがとうございます。実験は終了です。終了報告。この実験により、認識災害はクラス C の記憶処理で取り除くことができ、その際 SCP-927-JP によって改ざんされた情報、記憶も復元されることが判明しました。また、記憶処理後は一定期間 SCP-927-JP の認識災害に耐性を得ることも判明しました。この実験の後、D-92701 は観察期間を経て終了されました。会話記録に、生物由来物ユニット A での収容違反は、サイト 81KA に別件で派遣されていたエージェント、境によって発見されました。発見時点で、すでに収容違反発生から半年が経過していました。以下は当事案収束時、唯一生命活動を維持していた SCP-927-JP-1C に対する聴取の記録です。対象SCP-927-JP-1C インタビュアー、エージェント、境、付記。対象はもともと、研究員と呼ばれていた職員でした。対象は収容違反鎮圧時、エージェント、境によって救出されています。また、対象は過去 SCP-JP に暴露した際、色覚を失っています。おはようございます。研究員、これからインタビューを行います。昔の名前はよしてくれ。今の僕は SCP-927-JP-1C だ。下っ端とはいえ財団職員だったんだ。それくらいわかってる。それでは SCP-927-JP-1C、まず現在の体調を教えてください。収容違反の直後と比べて、だいぶ良くなったよ。君のおかげだ。知っての通り、SCP-927-JP の精神的影響は受けていない。わかりました。それでは収容違反発生時の状態を教えてください。SCP-927-JP が収容されてすぐに、すでに精神汚染は始まってたんじゃないかな。その時僕は長い出張に出ててユニットにいなかったから、詳しくはわからない。ただ、10人くらいしか職員がいないユニットだったから、広まるのは早かっただろうね。なぜ、被害が拡大してしまったのでしょうか？ああ、それは SCP-927-JP には中毒性があるみたいなんだ。長い間接触しないと禁断症状を起こす。麻薬みたいにね。そもそもあのスキップはおかしいんだ。それは、どんなところが？クリオンっていうのは生き物じゃないんだ。だから、子孫を残そうとはしない。つまり自分を拡散しようとはしないんだ。あんまりね。それに対して SCP-927-JP は認識災害にしても、まるで積極的に自分を拡散しているようだろう。僕は、その特性に、SCP-927-JP が拡散されて得する存在の影を感じずにはいられないんだ。ああ、話がそれたね。話を戻そうか。はい。あなたはいつ頃ユニットに戻ったのですか？また、その時の状況は？ちょうど収容違反発生から3ヶ月くらい経った頃かな。帰った時には、ちょうど昔僕が実験で利用した D クラスの死体があって、そこから溢れてくる気を、博士がペロペロ舐めて確認しているところだった。博士ってのは僕の同期で、僕の檻の前で無力化してた SCP-927-JP-1 だ。研究熱心で、正義感の強い、私の親友だよ。あなたはその後どうされましたか？もちろん、博士に聞いたよ。その D クラスは何だって。そしたら彼は、D クラスなんてどこにいる？これは SCP-927-JP-1 だぞって言ったんだ。財団的な言い回しじゃなく、本気で死体になった D クラスのことを忘れてたみたいだった。SCP-927-JP による記憶の改ざんですね。あなたが外部に連絡を取らなかったのはなぜですか？連絡しようとしたに決まってるじゃないか。でもできなかった。知っても遠い、ユニットは機密研究を行うところだ。当時は、博士によって厳しい情報規制が敷かれていて、外部への連絡が得られていたんだ。僕以外の職員はみんな SCP-927-JP の影響下だったからね。では、どうされたんですか？ひとまずはみんなに話を合わせた。遅かれ早かれこの状況に誰かが気づいて、助けてくれると思ったからね。そのために僕は、食堂で出される僕とってはただの木と変わらないイチゴジャムを我慢し続けた。この頃はまだ、パンや野菜も残ってたんだ。不自然に思われると何をされるかわからないから、イチゴジャムという名の SCP-927-JP は絶対に食べなきゃいけなかった。でも、ある時事件が起こってしまった。何があったのですか？ SCP-JP の収容違反が起こって、研究員が一人死んだんだ。その頃にはサイドメニューもなくなって、食べ物は SCP-927-JP だけになってたから、多分栄養不足で注意力が落ちてたんだと思う。収容違反自体はすぐに収束した。死んだ研究員は素直で、思いやりがあって、とにかくみんなに好かれてた。でも、みんなは、あいつのことを忘れて、食堂で出されたあいつの気を迷いもなく飲み出したんだ。僕は飲む気になんてなれないから、残そうとした。そしたらみんなが、貴重な SCP-927-JP を残すのは許されないって怒り出したんだ。それで、僕は、無理に話さなくても構いませんよ。いや、大丈夫。ありがとう。その後僕は、もう耐えられない。このままじゃダメだと思ったんだ。助けが来る気配もなかったからね。だから、ユニット内に記憶処理物質を充満させる計画を立てた。それはもう、綿密な計画だったはずだ。でも、実行はできなかった。なぜですか？僕の空腹で注意不足が欠如してたんだ。計画を実行するその日に、計画が、博士にバレてしまった。僕は、博士に説得を試みたけど、もちろん成功しなかった。それで僕は SCP 収容用の檻に抜き込まれることになったんだ。その後はどうなりましたか？閉じ込められていたからよくわからない。でも閉じ込められててよかったよ。みんなが、削除するのを生で見なくて済んだからね。博士はなぜあなたの檻の前で亡くなっていたのですか？彼は、ユニットの混乱の中で僕がばらまこいとしてた記憶処理物質を浴びちゃったんだ。それで、やっと僕の説得を理解したらしい。彼は自分の目をつぶして、僕のところまで壁伝いに歩いてきたんだ。それで？彼は僕の檻に寄りかかって、ひたすら泣いてたよ。もう、一目では彼とわからないくらい汗をそって、頼りない背中だった。そして、涙も出なくなった頃に、かすれた声で、やっと世界に貢献できると思ったんだけどなぁ、ってつぶやいて、そのまま動かなくなったよ。君たちが到着したのはその直後だ。収容違反の流れはこんな感じ。はい、これで十分です。じゃあ一つ、要望があるんだけど。何ですか？ちょっと疲れたんだ。いろいろとね。助けてくれた君には申し訳ないけども、長い休暇をもらって、ゆっくり、ぐっすり眠りたいんだ。そうですか。私の方から申請しておきます。本当に申し訳ない。泣いているのかい？君が謝る必要なんてないさ。気に病まないでくれ。これは怒るべくして怒ったことだからね。ほい1、エージェント、境による SCP-927-JP-1C の収容申請は受理されました。ほい2、SCP-927-JP-1C の発言に基づく再調査の結果、SCP-927-JP-1A の首筋に、未知の生物の牙によるものと思われる、2つの傷が認められました。